本日のお客様は1950年愛知県のお生まれです。日本初のフリーのお天気キャスターとして20年以上ご活躍中です。民間の気象会社ウェザーマップの社長でもいらっしゃいます。森田正光さんです。はい、ようこそいらっしゃいま,いゃいませお願いします。お願いします。はい、えー。もうテレビで天気予報をやるようになって。はい 何年ぐらい。三十年はやってると思いますね。すいな初めて出たのが二十八歳ぐらいなんですけど。あ、そんなお若い。出てらっしゃるんですか。<laughs> 当時、うん、あのキー局で最も若いお天気キャスターです。 今っっとただて最後に会った時から髪の毛が色がもう最後に続ってまいつも昼を見てますよね廊下ですれ違ったことあると思うんですけどもそう白くなったんですよ髪の毛がはいすごいですね30年ええすごいねもっとですかねレギュラーになってから30年以上ですかねはいあのここのとこの天気さ えー、今週の天気さ、はい、先週あたりの予報でさなんか結構晴れが続くって言ってたよね、はあはい、大丈夫です明日から晴れますから <laughs> <laughs> だけどなんかこう、まあ、雨降ったじゃん、はい、ねでまあいや今週は晴れるんじゃなかったのかなとか思ってたんだけど、ねはい、こうなんか 普通にテレビ見てるとあの雨雲が近づいてますねって。なん 言ってたみたいな、ちょっとあるんだけど、その辺はどうなのの多分予報には今日明日の予報と、それから週間予報とか10日間予報、さらに1か月とか、そういうふうに時間的な制約があるんですね、きょう、明日の予報は結構当たるんですよ、例えば昨日今日雨が午前中降るって言って、その通りだったんですね、でも1週間前、今日の雨当ててたかっていうと、マークとしては晴れだったかもしれませんね。だ大竹さんが見た たまたまあれ金曜日は晴れだったらんだよって話はすごくわかるんですがだからまあ一日休んでも一日おっきくらいに見ればいい,やいや違うんだよ俺はさ土日しか休みがないじゃない、ええと土日どっかでゴルフ行こうと心で思ってるわけよ、うん、それとやっぱり週間予報なんだよねうん、うん、見るのがあ,ああだってそれで見とかないとゴルフなんか誰かが予約するぞなんか行った時にさ、うん、その前,じゃ前の日じゃ取れないからさうん、うんね、週間予報当てにしてるとさ この間ななんか朝ずっと晴れるって今日は言ってたくっそ、うんうん、寒かっただけだからさ朝さ1枚羽織ればいいじゃん、うん、違うんだよそれずっと小雨が降ってたの <laughs>、うん、でこれはそれだからその予報でもずっと出てて見ながら回って午後には晴れるとかて、うん、ずっと小雨だったんだよそんな時期に千葉で。 ああ、千葉だったんだそれ。んだ <laughs> いやいやいや、いや、僕は東京の。<laughs> なんで千葉いや、そうじゃん、千葉が悪いって言うね。<ー>その千葉の予報と東京の予報違うじゃないですか。 そうだからそれはたまたま東京の予報を参考にしていて千葉に行ったから東京と違うじゃんって話になったと思うんですよねでもあれですよあの今ウェザーマップはあのゴルフ場下にね出るんですよねやっていますからこのゴルフ場はあの午前中どうでこうなるっていうふうに細かく出る時間でだって今んつうの本当に狭い範囲で雨降ったりしなかったですもんね だから、うん、あの本当に昔に比べて精度が上がってるんですが、うん、1>, 1週間ぐらい、うん、あ先になると、うん、まあ1日か2日、だからそれ、我々外れとは言わないんですよ、うん、ずれって言ってます。 ずれたらダメでしょハハハじゃなくてそこはちょっとむかつくところではあるわけよ今日だって晴れて欲しかったの明日晴れてずれはやるしかもさ外れてもさ次の日もさちゃんと出てるじゃんだってさ昨日外れたから今日休みみたいなやついないじゃんだってあの大丈夫っつうんだよ俺は社長んとこのお弟子さんの森さんっていう人がいるんだけど森さんはちゃんとすごくいたたまれないから 感じで会った。ハズレだ。ハズが出て来れ、ね、<laughs> いやそういう人は愛せるよだって。でもハズ、うん、るために休めたら、まあ、私ならどれだけ休めって話。うん、長期化しじゃ,ゃ,じゃあのー、ちょっとこれ先週のは申し訳なかあ,<ー>ありませんでしたと。まあそんなことはあんまりおっしゃったことない。うん、いや昔は謝ってたんですけども、うんうん、最近は謝ると帰っていけないのかなと思ったんです。うん、なぜかというと。はい。 今の天気予報っていうのは数値予報をコンピューターがやってるんですねだから本当のこと言うとわれわれ自身が出してるんじゃなくてコンピューターの予報をそのまま出してるみたいな感じなんですよねでよくあの天気予報のことをデベロッピングサイエンスって言うんですねデベロッピングデベロッピングってのは、ねデ,デ,うん、デベロッパーみたいな発,<ん>発展途上という開発途上ってですねん<う>ん開発中と<ん>だから予報を外しながら発展していくものが天気予報なんですってうまいいい <laughs> うまいい言方だけど、心には響かないら予報は外せば外すほど未来のためにやかましいでも1個だけ地震予測よりは当たるよね地震は難しいですもんね地震はね地震は地面の下で岩石が破壊することなんですよねでそれって何かが壊れる瞬間って分かりにくいじゃないですか人が起こる瞬間なって分かりにくいじゃないですか突然起こる人いるしねえあれ気象庁なんじゃん そう地震予報も気象庁？そうじゃないあれはまた別なは地震は予報してないです。じあ地震警報はあれはどこまで？えあの津波警報とか気象庁が出します。あれは気象庁の管轄です。あそうなんだ。はい。気象って言ってあの地震も含めてえそういう自然現象のほとんどは気象庁が管轄してます。ただ部署は天気予報の部署天気の部署もさっき言ったように短期予報と週間予報と一ヶ月予報というふうにいくつかあるんですけどもね。 雲で分かっででですか雲でかります今雨降ってますよなん雲で地震が。 ああ地震雲？あれはどうなの？これはあの真面目に言った方がいいですよね。真面目です。もちろんです。なんでふざけて言わない？いやいやいや。無礼さ見るとふざけてんじゃないと。なんでですか？いつも真面目。あの真面目に言うと、今から三十年ぐらい前にあの実際に地震雲っていうのがあるんじゃないかということで国会で議論されたんですよ。で国会で気象庁の長官が呼ばれて、その時に地震雲はありませんっていうふうに答えたんです。でなんで地震雲はないかというと。 地地震いうのののは面下でで起こる岩石破壊すそうすると岩石が破壊する前にずっとそれよりも何十キロも上の地面からですね何十キロも上の雲に影響を与えるメカニズムがわからないそうですねなるほどそれはまず第一点で第二点目が今仮に地震雲があったとしてその地震雲でどこかで地震があったとしますね そうするとその地震は一体どの地震と結びつけられるのか、うん、つまり日本中で勇敢地震は毎日ありますよね震度1、震度2とか 2>、うんはい、そうすると毎日のようにあるわけだから、うん、この地震を予知したとか言ったってそれ因果関係取れないでしょって話なんですね。 えつまり因果関係ない、うん、それから第3番目は地震雲って皆さんこう、うん、写真とか寄せられますよね、うん、そうそる我々が見ると大抵それは飛行機雲の編集だったりけ、うん雲というあの氷の粒でできた雲だったり、うん、今こういう状況でできるってことが分かってるんですよ。うんはい だから地震とは関連なくこの雲は飛行機雲が、うん、飛行機雲なんか地震と関係なんかできると思えないじゃないですか、うん、だからそういうことが分かってるので、その3つの理由からないっていうふうに、うんね、じゃあいいですね、はいあの地震雲はない。と私は思うじゃなくて、<laughs> ない。ない それは科学の世界は科学の世界はないものを証明することができないと悪魔の証明というのもねとりあえず私来週森さんに聞いてみるもう一回多分ないというと思うんですがないと思うんですがでもないものを証明できないのでそうかそこは難しいところですねだからまあ私はないと思ってますねはい何度も聞いていただければ大きなことを聞きますがはい まああのー、一つだけね、あのー、地球温暖化じゃないですか、うん、で温度が上がってるとで環境基準が叫ばれていますよね、うん、CO2 の排出だとか、うん、それで、まあ、トランプさんだっけ、はい、そんな人たちそんな人たち失礼だけど、うんあのー、関係ないんだと、うん、もうおっしゃってますよねで俺普通に素人で普通に考えるんですけど、うん、昔は工業なんかなかったわけだ、うん で自動車なんかも作ってなかったわけで、うん、その環境の中と、うん、今はいろんなもの石炭使って作ると、うん、CO2 の排出は多くなると。は 環,環境基準は関係してるんじゃないかというふうに僕は思ってるんですけど、うんはい、これは間違ってますか、当たってますかいや当たってると思います、そうですか、でもう簡単純に数字だけ言うと、うん、産業革命っていうのがありましたよね、うん、石炭を使い始める頃、うんはい、でその頃は 280ppm なんですね、二酸化炭素の濃度が。うんはい うん、でそれが今は、つい先日ですよ、うん、400を超えたってんですよね、うん、だからこの百数十年、200年近くの間に、うんえー、明らかにその二酸化炭素が増えてるのは事実なんですね、うん、それから温度も100年前に比べると、全球温度で0.85度、うん、まあ約1度、うん 1> えー、上がってるんです、うんで、東京だけに関して言うと、3度以上上がってるんです、100年前と。 んすたでか真面目に聞いてたんだけどえや真面目に話してたけどねまあまあまあ分かんちょっと面白かったですけどまあでも東京はやっぱり自動車も多いしクーラーとかそういうのもあるからやっぱり必然的に東京からちょっとね高野方に行ったら寒いですもんね寒いですよね東京出たら寒いですもんねこれまたあの一寺一度という言い方があって中央線こうずっと行くと最初に高円寺っていう寺のつく町やね 次に吉祥寺国分寺西国分寺ってなってますね。一連は一度はいで寺っていう名前がすぐ地名ごとに一度ずつ下がっていくんです多あこうやって八王子八王子は子供の子ですけどもお寺が多いからえ何年間で0.8ちょっと待って100年間ですね。ちょっと待って荻窪とか西荻は無視してるわけねそのなんか。距離感で言うと寺だから寺だから高円寺え 吉祥寺、国分寺。浅ヶ谷だってたら無視してる。中野も無視て,無視て,無視て中野も無視して,視してなんで大体中央線なんだって。<laughs> まあそれと、やっぱりまあオゾン層が破壊されたりして、はい、やっぱり因果関係あるっていうふうにお考え。はあ、私はあ,の、まあ、あると思ってますね。もう数年後にはあの北極の氷が全部なくなるって。 それはないと思いますけども少なくなってるのは事実ですね面積が氷の氷が溶けたら地べた少なくなりますよね南の島とかみんな地べたすれすれのところたくさんあるわけですからね沈没とこつばるとかね言われてますけどもねじゃあやっぱしんかこうクリーンエネルギーとか再生エネルギーとか風力も含めてそういうふうにあとんか京都議定書から始まった そのな波っていうのかね、うん、それはやっぱり基準守った方が。うん 私は本当にそう思ってますね、だからできるだけ化石燃料を使わないという方向がいいと思いますよね、ただ、すぐには無理なので、少しずつ抑えていくという、でも温暖化の場合は、怪異論というのがあって、そんな化石燃料を使ったって関係ないよとか、あるいは温暖化してるっていう情報そのものが、いわゆる陰謀というか、そういう世界だっていうのがあるんですね、結構。これははほとんどうの じっていうふうにックというか否定されてるんですけどもたださっきの地震雲と一緒でわからない部分があるのでそのわからない部分がまあ何て言うんですかね一人歩きしていくってことはあると思うんですねでも温度が変わるってことは生態系が変わるってことですよ。生き物の種類減ってるよねだから台風の来方もちょっと違うしサンマもねこれ取れる場所が違ってきたりしてるわけで。 そうなんですよね生態系の問題で一番重要なことは何かというと、実はこの地球上には500万から3000万種類ぐらいの、正確には分からないけども、種類の生き物がいるんですね、その500万から3000万種類のほとんどは、木の根っこに住んでるバクテリアとかのような微生物なんですよ、普通の動物、人間もそうですら対応できますよね、寒くなら寒いし、暖くならどっかちょっと涼しところ行きゃい。 そうやって動物は対応できるんですが、微生物は植物に依存していて、植物が滅びると、その微生物も一緒に滅びるんですよね、なるほど、だから温暖化すると、まず植物がだめなんですよ、生育できなくなって、そうすそのあの根っこにある微生物がだめになって、そして昆虫がだめになって、鳥がだめになってっていうふうにして生態が崩れていくんですね、だから全体的な目でいうと、まず植物、温暖化によって植物が変わって、植物によって動物が被害を受けていくという。 あのすごい壮大なシナリオなんですシナリオというか、事実なんですね分かりました、じゃあやっぱり、ちょっと注意をね、なるべくしなくちゃいけない、あ個個人人もう一ついいですか、生態系のことでいうと、例えばあの外来種が入ってきますね、外来種が入ってきて、別にいいじゃんっていう人たちもいるし、事実、あの個人的には別にね、どこから来た鳥だろうが、どこから来た猿だろうが、かわいいでや、かわいいですよね。 ところが例えば日本猿という日本固有の猿がいるとしますね、うん、そこに台湾からやってきた台湾猿が来るとしますね、うん、それぞれはあの違うんだけども、うん、あの種類が似てるので、子供を産むことができます、日本猿と台湾猿が一緒に融合すると、うんうん、日本猿と台湾猿の、まあ、ハーフというか、子供が生まれるわけですよね。うんうんはい そうすると最初、日本猿と台湾猿がいたのが、日本猿と台湾猿とそのハーフっていう3種類になります、うんはい、そうすると多様化したかに見えるけれども、やがてそのうち時代を問うと、ハーフというか、日本猿と台湾猿の融合の一種になるわけですね、うんはい、そうすると結局、固有種としての日本猿も台湾としての固有種もなくなっていくという、こういうことなんですね。で、の重要なことは、 生物の多様性を守るということは一番重要なわけだから、その生物の多様性がこう失われていくようなああのま仕組みというか、それはやっぱり抑えないと、何が起こるかわからないことはやめておこうというのが、その、まあ、そういう意味で、外来種が日本に来て生息したりしたりするのはよくないってことになるわけですの その生態系全体の許容度というんですかね強さっていうのが減っていくんですよねタンポポなんか外来種のタンポポの方がほとんど一般的に、ね、今はもう西洋タンポポがほとんどなってますよねうん、うん、で日本タンポポは探しても見つからないというねで気象庁の,あの生物季節観測というのがあるんですがそのタンポポがいつ咲いたかどうかっていうのも日本タンポポってだんだんできなくなって実は日本のタンポポいつ咲いてんのっていうことが 季節の指標としての感覚も昔と違ってきてるということがあるんですよねすごい真面目な話で私質問するのをちょっと幅広げることがあるんだけど気象予報の衛星写真あるじゃないですか、はいはい、あれ、うん、台風来る頃で2つになったりとかするじゃないですか下にこう雲があるとすんごい顔に見える時ありますよね。うん、ある それいやめちゃめちゃなんか書いた絵みたいに人の顔に見える時あるただそれだけだからいやだからそう思ってるかなと思ってしょっちゅう私が私はいそをされて思っていてでこの前のハリケーンでアメリカに行ったやつがどこに見えるっていうのでネットですごい。 炎上したの日本ではほとんどあのなんでアメリカで炎上というかそうだ見たそれドクロみたい確かに見えたんですよねあのこのくぼみのとか目のところとか歯のところがなんか黒くなっててねあの科学で証明できないことは説明しづらいっていうけど 雲の写真とかたまに本当に竜が飛んでるように見えたりするのとか、ええ、ああ人の顔心霊写真見えたりす,すごいありますよね大好きなそういうのうまあお腹空いてるのはね<ん>あのコペパンに見えるしねそれはね <laughs> あ,れあるけどさだからなんだよだから <laughs> ひょっとそういうこともっと見てるから私なんか好きでそういう写真集めたりするけど、うん、もっとすごい 結婚なんていうかコアに見ててさ、ええ、今回あれはすごかったとか知ってんじゃないかな科学で説明できないぐらいすごい形のとかって言われてからってそういう非科学的なことをうさ、ええ、森さんテレビでこれちょっとドクロに見えるドクロに見えると思えないか皆さんって言うかお前 <laughs> でも時々やるとおいいような気もしますけどね <laughs> でもさっきあのパン大竹さんがねうん、うん、パンの形は雲とね似てるコペパンに見えるって言うけど、うん、あれ実は同じだとも考えられるんですよ、ええ、どういうこと 例えばあの熱によってものが膨らむっていうふうに考えると雲っていうのは膨張する水蒸気が熱によって上昇して膨らんだのがああいう形なんですよ。使ってないでパンはイースト菌使って小麦粉を膨らませるけども膨らむということでは同じ形なんですよね。で例えば雷がバンと落ちるでしょ雷が落ちたひび割れの形ってあるじゃないですか。 えー、壁なんんかののひび割り形と似てませるほど雪の結晶が六角形になると、うんうん、例えば亀の甲羅が六角形になると、うん、全部自然界っていうのはも、うん、のの線維が違うだけで、うん、同じ自然の法則に支配されてるんではないかというふうに考えられてるんですよねク<の>ラクタルとかいうんですけど亀、えー、の甲羅と雪の結晶 <laughs> 雪の結晶六角形の形と似てるやつがあるんですよ トンボ鉛筆のシーンとか、ええ、六角形で、あ六角形だって壊れやすい、<あ>壊れにくいだもん。<の>れそうだそうもん<う>。あの転がりにくいというのは、ねうん、鉛筆だ。あ思い<あ>思い出した。何を？ いやあのねああ天気予報、意外とすごい大事でね、うん、分かりやすく解説してくれるでしょ偏西、うん、風がこの時期吹いてってあれ、うん、めちゃめちゃこれ聞いてるね子供がこれから中学受験とかね、うん、いう人はね、うん、あの一番教科書で分からないところはね、うんうん、天気予報のそれをやるとき取っておくと一発で分かる解説の人の聞くと。ちょっと意味は分かんないよ <laughs> みんなに分かりやすく説明頭の中だけで分かってない天気のこととかそういうのが受験の要素に個入ってくるんですそれ教科書読んでも分かりづらいのがテレビの解説例えば森田さんとこの森さんなんて全部ボード使って説明するじゃないあれが意外と一番簡単に誰が聞いても分かるようになってるからすっごく受験に分かる。 なるほど。だけど、あれだよね。この時代、こんなに天気予報がみんなが好きなのか。テレビ局が好きで流してんのか、わかんないけど。叱られないし。まそれもあるけどな。我々叱られますよ。叱られんの。我々結構、あの外して。どうはめてたじゃないか。いや、だって、それありますよ。 あの農作物とか、そういうのはとても大事な要素だけど。まあ、都会に来てて、こんなに天気予報毎日。雨荒れに聞くとは、俺思わなかったよ。そうだね。ああ、確かに。なんで今度はやってる。森田さるせ。いやいや、あの、でも、皆さんやっぱり。好きだと思いますよ、天気が。はい。それから、話題に困った時、天気予報やれば、大体なんとかなるでしょう。今日、なんとかなんだって、っていう話題でいいじゃん。ね。でもさ。あとさ。 大竹さん、毎回だけど番組の冒頭、いつも天気の話から入るわでも毎回だけどさ、毎年冬になったり夏になったりするとすっかり去年のことを忘れてびっくりするじゃんこんなに暑いとか、こんなに寒いとか毎年びっくりしてるだからみんなびっくりしたいんだよああ、それそうかもしれないカラーある地球応援して、今年寒いって言われると冷えあと怒りたいんだよな、晴れるってたのに何そうそうそう感情を満たすのかね、人の心の ななんかかで満たすのかもしれないねだってやどの番組ごとに全部天気予報くっついてるよだってうもう大儲うけ <laughs> いやいや森田さんの会社いやいやそんなことはないんですよえそんなもか,かってるさだっていやいやあの損はしてないと思いますけどい <laughs> 儲かっとき9000万儲けたことあるんだからそれ僕個人の,、うん、個人の売り上げということでじゃあ会社もって儲かってる、うん、そうだよ うん、個人でこんな<や>だって個人でこ,う <laughs> こんなに儲かるんだったらちょっとこれ会社作った方がいいぞって思って森田さん会社作ったんだいやそれ,れ会社作ってからあの儲かったんですけども <laughs> 順番違いますけどまあ、まあ、一時はすごいあの売れたことがありましてお天気なんか嫌いだったんだよね最初子供の頃。僕は好きじゃないですね今でも好きかって言われたらそんなに好きじゃない <laughs> んの 嫌いいじゃなですよ決して嫌いじゃないけども好きって言われるかというとえっと普通の人と同じぐらいなんかがっかりだよだそうだけど人でいよ天気って言ったらもう天気と真信にしてほしいよなここまで毎日やってるんだってでもよ人はもう相当勉強したと思うのであのさっき話してたい大体分かったでしょまあでもこれからは質が問われるよねだってこれから予想は全部もうコンピューターがやってくれるわけだからねそれ解説するだけだからよっぽどやっぱり 解説する人のやっぱし腕がないと。だからただ解説じゃん。面白くない。そこまで求めちゃうよ、私。面白くない。滑るのなしよ。この間アメリカに来た台風ですけど、ちょっとドクロに似てません。それやったら面白いですよね。面白くない。でもなかなかやりにくいよね。ドクロとかない。ものすごい怒る人いると思いますよ。絶対いますよね。